はい、引き続き後半よろしくお願いします。お願いします。はい、それではですね、ちょっと後半の方は、はい、ちょっと学校の朝鮮大学について、はい、いろいろお聞きしたいんですけども、はい、まあ、朝鮮大学というのはね、あの小平市にあると思う、はい、でまあ、私からすれば正直言ってイメージは良くないんですよ、うん、イメージ良くない人結構多いと思いますけども、はい、確か見延知人というのですね。そうですね、できた認可されたのがですね、はい、はい、で、あの問題についてですね、ちょっと僕も 100% よく理解してるわけじゃないんで、うん、何が問題なのか、どういうことなのかっていうのを軽くちょっと皆さんにお話し、まずそこからお願いできますか。もしかしたらそのあたりは小坂さんの方がお詳しいかもしれませんけどね。まあ、はい、いろいろ問題あるんですよ。いろいろ問題あるんです。はい、で、まあ、そもそも小平市に、はい、まあ、移転をしてきた、はい、っていう、まあ、土地を探してましてね、はい、なかなかやっぱりその北朝鮮の施設ですから、はいはい、あの土地が見つからなかったんだろうと思います、はい、で、はい、まあ、当時、60ぐらいだったかな、60件ぐらいの地主が、はい、そこの土地の元の持ち主なんですけどね、はいはい、でトランジスタの工場を作ると、はい、でまあ、当時ですからね、トランジスタラジオというのは最新というかね、はい、で、おう、そうかそうかって、1970年代ぐらいですかね、時代的に、ね、もうちょっと前、まあ、もうちょっと前です、まあ、もうちょっと前なんですか、うん、あ、そうか、認可されたのが、うんうん、で、はい、まあ、土地を提供したというか、はい、売ったら、はい、あのトランジスタラジオの工場じゃなくて朝鮮大学校が建っていたと、はい、それ自体がそもそもがもう騙されてるんですよ、はいはい、地主は騙されてるんですね、はい、でまあ、それのスタートからそうなんですけど、はいはい、まあ、その後、まあ、いろいろ皆さんご存知だと思いますけどね、明日からそれこそ北朝鮮人権問題啓発週間ですかね、始まりますけども、まあ、あの中では、まあ、かなり、はい、人権を、はい、無視したというようなね、はい、ことが行われてきていて、はい、でまあ、今でも学生さんもいるんですけども、はい、まあ、私は学生さんが何、まあ、かあった時にこう工作員になるとはまでは思ってないんですけども、はい、むしろかわいそうなのは学生さんで、はい、まあ、生徒数も激減してるわけですね、学生数、うん、はいはい、でその中で、まあ、ほぼ半ば無理やりとか、はい、半ばその親の都合と親の立場のためにしょうがなくということで、はい、あの大学校に入って、はい、そして、また中には就職先も無理やり決められてとかですね、はい、で中には北朝鮮まで、連れてかれてという、うんうん、でまあ今はそうでもないようですが、かつては大学内で、暴力、はい、なども横行していたと、はい、いうことですので、うん、はい、まあ、非常にやっぱり人権という面から見ても問題がある施設だということですし、はいはい、でもちろん北朝鮮と、まあ、非常につながりが深いというか、まあ、在日本の、まあ、なんですかね、こう総連は何て言えばいいですかね、まあ、まあ、北朝鮮の出先機関ですよね、出先機関ですよね、はいはい、出先機関である朝鮮総連の、はい、そうですね、はい、まあ、傘下と言っても間違いないわけです、うん、はいはい、でそれは、まあ、あの資金的なつながりもありますし、はい、で最近で、まあ、問題もにもなったのは朝鮮大学校の土地が、はい、朝鮮総連系の企業の負債のために担保に入れられたと、うん、はい、で最終的には結局それ売られて、それは全部その返済に充てられたというようなことが、はい、まあ、あってはならないことなんですよ、はい、これは動画前でも、うん、認可された学校においてはですね、うん、はい、ただまあやっぱり大学じゃなくて、はい、あくまでも各種学校、だから朝鮮大学じゃなくて朝鮮大学校なんですね、はいはい、でまたその学生が全員、朝鮮というですね、はい、青年在日本の北朝鮮の人たちの、まあ、青年同盟というか、はい、で朝鮮総連の、まあ、傘下団体です、はい、全員そこに加盟していると、はい、でそこはもちろん北朝鮮の政策を支持し、うん、それを実現するために行動するというような団体でありますし、朝鮮大学校自身もですね、学長がそのような胸のことを
まあ、例えば日米を壊滅させる、うん、はい、そう学長自体がそういうことも発言してるそうですね、そのために学生を育ててるんだ、ね、すごいですね、それ喧嘩ってるようなもんですよね。で、まあ、もちろんあの外国においてね、はい、民族教育を、はい、行っていくっていうのは私がまあ必要なことだと思いますし、はい、自分のルーツのことを学べる学校があるのはいいことだと思いますけども、はい、まあ、それが民族教育になってないということですね。ええ、単なるあのキム一族のための、はい、教育になっている、はい、まあ、歴史も歴史じゃなくて単なる作り話の伝説みたいなことが、はい、公然と教えられているわけですね、はい、それはあの、日本でいう古事記の神話とは、まあ、全く別の世界の話です、うん、はい、キム一族の権力を正当化するために作られたような、はい、まあ、伝説みたいなことが、うん、まあ、歴史の授業で教えられるというようなところでありますから、はい、まあ、非常にまあ問題、もちろん問題ですね。でそこにまあ認可されているということで、補助金であったり、まあ、税制面の優遇措置ですね、うん、こういったものがあるというのはもちろんこれはやっぱりおかしいということであります。耐震のために建て替えると8割、うん、公から費用が出る、それも学校として法人として認められている、うん、認可されているという位置づけだからそうなるんですね。そうですね、はい、でまあ、今回あの6月の、はい、定例会の一般質問で取り上げたのは、まあ、そういう機関が小平市内にあると。で市はやっぱり市民の安心安全を守る、生命身体財産を守るというのが責務ですから、はい、その中で、まあ、北朝鮮の、ね、昨今緊張感が高まっている中で、うん、朝鮮大学校というのは安全なのかという質問を私はしたわけですよ。それが6月の定例会。6月の定例会です、はい、安全ならば安全と、いや、はい、要はあの私の周りの私あの小学校の息子もいますけども、はい、同じぐらいのお子さんをお持ちのお父さん、はい、お母さんからね、まあ、心配の声が上がった、はい、でまあ、すぐそばに大学校のすぐそばに公園などもあって、はい、親子連れも遊んだりしているんだけども、うん、大丈夫なのか、だから市に、じゃあ大丈夫なんですかと、安全なら安全、危ないなら危ないと言ってくれと、答えないわけですね、うん、答えない、答えないとにかく、武力攻撃や外交に関することなので、答える立場にないということで、あ、うん、まあ、何も答えないということだったんですね、6月の時点で、うんうん、はい、でもね、それはその武力どうのこうのいうよりも、うん、その町の治安的にはどうなんですか、その体感的に。あの、いや、体感としてその危険というものを感じたことは私自身はないです、うんうん、ないですけども、まあ、そういった教育が中で行われているんだとすればですね、はいはい、それはやっぱりあの潜在的な恐怖だと思うんですよね、はいはい、まあね、あの多分ここにいる人たちも多分話とか聞いたことあると思うんですけども、うん、僕はもうね、僕と同じぐらいの人もいますけど、僕の高校時代の時は朝鮮高校チョンコチョンコって言ったんですよ、うんうん、それで、まあ、今は言葉使わないですけど、うん、スケバン、うん、スケバンっていうのがいて、それでこう捕まえて、うん、で、なんで割り箸鼻の穴突っ込んでバーンってやるのがね、やり方だとか、うんうん、いろいろ、だからそれは本当にあったかどうか僕は分からないですけど、うん、それ伝説的みたいなことだったんです、都市伝説みたいな、はい、ただ僕はあの高校時代に、うん、あの十条の方で、はい、あの1年間新米たちやったことあるんですよ、うん、それ十条ってあの朝鮮高校があるんですよ、うん、で帝京高校があって、うん、もうしょっちゅう喧嘩したんです、うん、で当時は最強戦っていうのはなくて、うん、赤羽戦っていうのがあったんですね、うん、であそこでこう帝京の学生と朝鮮高校の連中がバーッてやって、うん、電車止めちゃったりとかあったんですね、うん、で僕がこう配達してる地域にたまたま運悪く朝鮮高校があるんですよ、うんうん、で朝鮮高校には新聞配達しないんですけど、うん、その周りの電あの、うん、あれには配達するんですね、はい、そうするとよくあったのが新聞配達終わって帰ってくるじゃないですか、そうすると栗林付着って言って入ってないっていうのがあって、うんうん、付着の電話来てるから持ってってくるんですよ、うんうん、入れてないなと思って持ってくるんですよ、うんうん、とまあ 100% 確証はないですよ、うん、ないけどもそこの人たちも、うんうん、あのごめんねお兄ちゃんね、うん、あの多分朝鮮高校のやつが送ってきたんだよ、うん、っていうのがよくあったんですよ、はい、で実際ねあの僕も10人ぐらいに囲まれたことありますよ、うん、新聞くれっつって、うん、でねさすがに10人じゃ無理だなと思って入って一部は出しましたけどだから別にじゃあ本人が、うん、そいつらがその新聞を取って読むわけじゃないんですよ、うん、要するにいたずらでやるんですよ、うん、だそういう意味でその
通学路っていうんですかね、うん、通学路の人たちはすごい怖がってました、ね、うん、今はどうか分かんないですけどね。私がね、高校時代過ごした防府市にはなかったんですけども、はい、お隣の市にはありまして、はい、やっぱりやんちゃだっていう話がね、はいはいはい、当時からありましたね。で、まあ、それに関するエピソードいろいろあったけども、はいはい、じゃあ朝鮮大学校の生徒がどうかというと、うん、小平市内で、はい、そのいわゆるチンピラとか、はい、若いなんて昔で言うとグレンタイだけど今なんて言ったらいいんですか、はい、ギャング的な、はいはいはい、そういう雰囲気で、まあ、例えばカッポしているとか、はいはい、そんなのは私は見たことないです、うん、はいはい、でむしろ今の子たちは、まあ、朝鮮高校に行く子も減ってますしね、うんうん、でむしろ、日本社会の中で、はい、そこに溶け込んで、暮らしていきたいっていう子が多分ほとんどだと思いますよ、うん、でもそれを朝鮮総連はじめ、はい、許さない、うん、なかなか許さないという状況ではないかなと、うん、だから私は一番かわいそうなのは学生、うんうんさんだなと思ってますけどね。うん、なるほど、はい、荒川も多いんですよね。多いですね。荒川、まあ、朝鮮、幼稚園段階、小学校段階、中学校段階の、はい、幼小中級学校というのがありますね、うん、はい、あ、そういうのもあるんですか。あります、あります。で全部揃ってるんですね、まあ、12年間分ですね。最終的にその大学行で、まあ、その後高校に該当する年齢の人の学校がまた、まあ、大体荒川区内にはないんで、多分北区とかそっちの方に、ね、あ、じゃあ十条の、はい、でその上が大学校、うん、いうので、まあ、やっぱり荒川でも昔から、まあ、いろんな悪い話は聞きますね。で朝鮮その学校で、火事を起こしたことがあったんですけど、はい、火事を起こして消防隊が来たんですけど、はい、もう立ち入らせないっていうんで、うん、すごい揉めたらしいんですよ。え、火事が消火活動させないってことですか。そう、いや自分たちでなんとかする、うん、そうなんですか。まあ公に入ってきてほしくない、まあ、何かがあるんですよね、はい、普通、はい、火を消しに来てくれたんですから、うん、お願いしますって言いますよね、はいはい、それ違い方向になっちゃってる。まあそういうようなことを言ってたらしいですね。で、まあ今おっしゃられたとね、お子さんね、子供が一番犠牲になっているなっていうのはね、うん、すごいよくわかります。だから僕もそういうね、新聞配達やった時もそうなんですけど、実は子供の頃は僕渋谷だったんですよ、うん、近所にサイ君っていう、まあ、彼は韓国なのか朝鮮なのか今思ってわかんないですけどね、うん、仲良く遊んでましたしね、うん、あと、まあ、大学時代配膳会っていうホテルの配膳の仕事したんですよ、うんうん、でそこで山田っていう学生がいて、うん、彼がそれこそ朝鮮大学でした、うん、で彼なんかすごいいいやつで、うん、それで、まあ、サッカーやったんですよ、うんうん、で本人はその山田とは名乗ってんだけども、うん、別に隠さず、ね、朝鮮大学、うん、で当時ちょっと北朝鮮すごい興味があったんで、うん、でいや黒林さん試合で行ってきたんですよとか言って朝鮮のその自分の層を書いて試合の写真とかを全部見せてくるんですよ、ちゃんと、でどうなの監視厳しいのちゃんとね、案内っていうんですか、がいて監視厳しいんですよとか言って、まあだから全然そういう、うん、イメージするほど悪くない、うん、連中もいたのも事実ですよね、うん、だからそういうの一緒くたにされちゃうじゃないですか。そうですね、結局ねそういうのって上の奴らが甘い汁吸ってるというか、うん、権力のためになんかそういうイメージを植え付けちゃって、うん、で一番かわいそうなのは確かに普通に生きようとしてる、うん、子たちが一番かわいそうですよね、うんうん、でかつてはやっぱり先生方もね、はい、まともなというかね、はい、そういう方いっぱいいらっしゃったらしいんですけど、はい、まあ、ある時期にそのやっぱり粛清があって、はい、歴史教科書なんかもこう書き換えられるというかね、うん、一族の食べ物になっていくと、はい、その中で、まあ、やめられたり、うん、した先生もおられたということですから、はい、まあ、今でもその毎日例えば工作員にするための教育みたいなことをやってるとは思わないですけど、はいはいはい、思わないですけども、はい、明らかに朝鮮総連との密接なというかつながりはもちろんあるし、で本国とももちろんですね、はいはい、直接また朝鮮総連を通しての関係があることは、うん、これはまあ間違いないでしょう。間違いないですね、うんうん、はい、教師大学校の教師って言っても教員免許を持ってるわけでもないですし、うん、朝鮮総連とその大学校で
こう人の行き来、人事がある、人事異動で行き来するような、そんな組織、うん、あ、じゃあ、コメントみたいな感じなんですか。まあまあ、イメージとしてそんな感じですね。はい、かつては朝鮮大学校を出ると、はい、朝鮮高校の先生なんかに慣れてたわけです、朝鮮学校の。はいはい、今も完全にあの生徒数や学校数も減ってきてますから、はいはい、そこまで職、働く場もないわけですよね。で、まあ、パチンコ屋さん、大学出てパチンコ屋さんで働くか、はい、またあの前はそうは言っても学校の先生ね、はい、あの日本の先生ではないけども、はいはい、っていうのがまあ確保されていたので、はい、一時期はやっぱりね、うん、在日の北朝鮮の方々の中でもエリートの人たち指定が言ってるような、はい、ことだったと思いますよ、はい、でまあ今はまたまた別の意味で、こういう状況下においても朝鮮大学校に子供を行かせる親御さんとかのご指定なわけですから、また別の意味で特別な家庭の方、まあ例えばあの想像ですけどね、総連の中である程度の地位とか、ある程度の企業の息子さん、まあ、あの入学式なんか本当にすごい車が止まってたりしますんでね、高級会社が、はい、ということなんではないかと想像しますけどね。ということはあれですね、あの、まあ、人数は少なくなってきたとはいえ、その朝鮮総連がある限りはなくならないですね、なくならないっていうか、まあ、なくすこともないと、もうむしろ朝鮮総連とも話してあげるっていうのが、それをやらなきゃ認可取り消すぞっていうぐらいを本来はあのやってあげるべきだと。東京都がやらなきゃいけないこと、都道府県が認可してる、うん、そうですね、というかね、知事なんですよ、うんうん、知事の権限なんですね、はいはいはい、議会の承認もいらないですよね、これは。まあでしょうね、うんうん、まあ、最初の美濃部都知事のところにね、はいはい、認可した時には、うん、あの文科省が、当時文部省ですね、はい、文部省が認可すべきじゃないって言ってるのを無視して、美濃部さんが、はい、まあ、認可やってますからね、はいはい、まあ、いろいろな問題がやっぱりあるわけですね、うんうん、学校教育法っていうのは、はい、一党一派に属してはならないっていう学校を位置づけてる、うん、はい、でその上で認可するというふうになってるんですけど、はい、朝鮮大学校は、まあ、朝鮮大学校のみならず、まあ、あのちっちゃい子供の頃からのから大学校まで、うん、もう一党一派、朝鮮労働党、うん、そうですよね、を変していて、そのための歴史や、はい、いろんなものを教えてる、はい、あのまあ、かっこつきの学校なんですね、はい、明らかに日本の学校教育に反してる、日本ですよ完璧に、だからもう取り消すのが当然の対象なんですね。ただ未だにそこはアンタッチョブなわけですね。そうですね、はい、あの石原さんでさえ取り消せなかったと、ね、そうですね、そうですね、うん、ちょっとこれ難しい問題ですねこれね、うん、まあ、相当な覚悟がいるんですよね、うん、ただ覚悟すればどうってことない問題だと思います、うん、まあ、東京都も、はい、平成27年でしたかね、あの補助金を調査して はいはい、あの問題っていうのはもう、はい、報告書は出てます、はい、これネットでも見れます、はいはい、そうですね、はい、でそれを見る限り問題だらけです、はい、東京都の発表を見る限りね、はい、でもまあまあ一応 手を打とうともしないんですか、これは今のところですね、うん、ただまあ小池都知事は、うん、そう、まあ、朝鮮大学校だけじゃなくて、うん、朝鮮学校の見直しには言及されてましたよね、うんうんうん、まあ、動いてるよう、うん、吸わないですけどね、うん、まあ、見えないですけど、まあ、選挙前は少なくとも言及されていたし、うん、そうですね、選挙前言ってましたね、まあ、ブレーンであるとされる野田勝さん、はいはい、なんかはむしろこの朝鮮大学校の問題には、はい、あの非常に積極的に都議時代から取り組んでこられた方です、うん、でまあその辺は期待しますけれども、はい、うん、その地元のね、地元の議員さんとしては今後どういうふうになっていってほしいと思いますか。あの、まあ、その時に私が求めたのはですね、はい、やっぱりさまざまな問題があることは明らかなので、はい、東京都に、その認可についてね、うん、まあ、見直しを含めた、はい、調査も含めて、まあ、調査やってるんですけどね、はい、見直しを含めた検討をしてくれと、はい、小平市として要望しろと、はいはい、私はまあ言ったわけです、はい、その所在する小平市として、ね、そうですそうです、はい、それはまあ市民の安心安全に関わることであるし、はいはい、まあ、こういった緊張状態に入れば、はい、市民の生命身体財産を守るということにも関わることだから、はい、それをやるべきだと言ったら、それはさっきと一緒ですよ。あの武力攻撃や国家間に関することに関しては、はい、
動かないと。ただね、でこれはまあ東京都の管轄のことだから、はい、市のやることじゃないと言ってるんですけど、はい、ただまあその時にも私議会でも言ったんだけども、はい、小平市に都道が走ってるわけです、はい、で都道に不具合があったら、はい、ここ直してくださいねって、はい、市は東京都に言ってるわけですよ。同じことなんです。はい、東京都が認可した、はい、各種学校だってそこに不安なことがあれば、うん、これどうなんですかって東京都に聞けばいい話なんですよ、はい、でそういう自治体だから、基礎自治体だから、あのその権限を超えたところには、まあ、関わらないんだと言いながらね、はい、あのうちの小平の小林市長は平和首長会、首長会議っていうところに参加して、あの原発なくそうってやってみたりとかですね、はい、北朝鮮が核実験すればそれに対する抗議文を送ってみたりしてるわけですよ、はい、これは明らかに外交や安全保障にコミットしてるということだから、筋が通ってないよねっていうことは言ってるんだけど、いや筋が通ってるとちょっと意味がわからないけど言うわけですね。ちょっと二枚舌ですね。お前は本当に二枚舌なんですね。なんか、 かつて小平の市議会で朝鮮農薬工を来てくれっていうふうにやった、誘致ではなくて、ね、認可、認可、うん、あ、認可をしてくれ、認可をしてくれと、あの朝鮮大学をその、はい、認可すべきだという、はい、決議だったかな、意見書だったかを東京都に提出したんです、はい、議会全会一致 で、はい、で私はそれまでね、それを知るまでもう随分昔の話なんで知らなかったんですけど、はい、まあ、東京都の美濃部さんが勝手にやったことだと思ってたら、発端は小平市議会がその、でそれにこうして周りの例えば西東京だとか、まあ、当時は田梨でしたかね、はい、国立だとかそういう周りの市からもそういう同様の意見書があってって認可だったという経緯があるんです。で誰が言い出したことなのかがちょっとよくわからないんですよ、はい、うん、で不思議とその時の委員会の議事録がないんですよなぜか、そうなんですか、もう探しまくったんですけどない、その時代の他の議事録はあるんです、あるんです、それに関する委員会の会議録が見つからない、なんかすごい深い闇ですね、なんかサスペンスドラマ作れそうなんですねでまあ、当時はね、でもその小平だけじゃなくて、はい、当時のまあいろんな意見書とか見たら、はい、まあ、今をときめく芸能人の人が山ほど名前つられてます、はいはい、例えば中尾明さんとかね、あ、はい、もう本当に、どこ行った、なんか私ね、はい、図書館でその本を見つけてね、はい、コピーもしたんですけどね、はい、もうだから悪気はなかったんだろうと思うし、まあ、当時の署名運動とか、そうですね、文化人とかね、はいはい、がそういう、これかな、例えば宇野重吉さんが筆頭にありますよね、おお、はいはい、ね、市原悦子、そう、市原悦子さんの名前もあります、へー、すごいですねこれ、杉村春子さんとかですね、はいはいはい、すごいですね、すごいいっぱい、吉行和子さん、はいはいはい、中尾明さんですね、はい、もう大女優も結構いますね、うこういった、有名人ですね、うん、はい、もう著名な俳優女優ね、はいはい、文化人の方々が、はい、もうコロンビアトップさんとかね、はい、コロンビアライトとかね、はい、山ほど名前を当時連ねて、こういう運動が行われたわけですね、はいはい、まあ、当時の世論の、そう、まあ、そうなんですね、雰囲気も表してるんですよね、じゃあそれこそこの人たちは、うん、その差別されてかわいそうだなみたいな、まあ、そういうことなんじゃないですか、ね、とか、まあ、戦争におけるなんか負い目みたいなのもね、はいはい、まあ、負い目だけを感じることもないと思うけども、まあ、その風潮としてね、はい、まあ、日本は朝鮮半島に悪いことをしたんだという一方的な風潮がまかり通っている時代でもありますから、はいはい、まあ、負い目というものもその、善意のことだったのかもしれないなと私は思ってますけども、はいはい、うん、まあ、こういった当時、はい、風潮だったということですね、はい、ね、まあ、こればっかりはね、はい、伊藤さんが実際にこう活動されてるというのは自分の、はい、要は地盤じゃないですか、うん、地盤というか、はい、自分が見てるところの中で起きてしまった問題っていうんですか、はい、これはね、まあ、伊藤さんにはもちろん責任ないですよ全然ないんですけど、はい、今後どういうふうにこの問題に取り組んでいきたいと、で、まあ、今最近産経新聞さんで何回も、はい、取り上げられて、はい、で、まあ、多摩版ですけど読売新聞も最終的に取り上げた問題で、はい、小平市が補助金を出している、はい、まあ、ほぼ補助金で運営されている年間200万なんですけどね、はいはい、そのゴミ減量推進委員会か、はい、っていうところが
ごみ減量推進実行委員会ですね、はい、そこのイベントの中で朝鮮大学校に、お金が支払われてた、はい、例えばポスターのデザイン料であったり印刷費だったり、うん、でまあ、焼きそばイベントで作る焼きそばのソース代とかその時使ったエプロンのクリーニング代とかが朝鮮大学校に支払われてたと、はい、そんなことをわざわざ朝鮮大学校に発注する意味は全くわからない、はい、小平市はそんな田舎じゃないですからね、あのプチ田舎っていうスローガンでやってますけどクリーニング屋さんだってありますし、はい、食材だって買うとこあるし、はい、わざわざそこに印刷屋さんだってあるんですよ、はい、で、まあ、そのがまず変だなと、はい、で環境フェスティバルっていうイベント、はい、毎年も長いことやってまして、はい、そのポスターにポスター協力朝鮮大学校装飾って文字があったんですよ、はい、でこれはまあ私の支援者が見つけまして、はい、これ何ですかねとで調べたら、まあ、そんな組織はないで、まあ、決算に通ったところですね、朝鮮大学校にある学部のようなものだって言い始めて、うん、でまあで、印刷ポスター印刷、はい、がなぜかその朝鮮大学校関係者を通して印刷会社に発注されていたんですけども、はい、福島グラフィック株式会社という会社に発注されていると、はいはい、で住所聞いて、はい、私現地に行ったんですよ、はい、武蔵村山市っていう、まあ、大本の院ぐらいのところにあるんですけど、はいはいはい、行ったらなかったんですペーパーカンパニーも実在しないわけですよ、はい、ペーパーでもない登記もされていない、はい、ない会社です、はい、でないじゃないかと私決算の時にもう実はねその会社名をインターネットで検索したら出てこないんですよ、はい、印刷会社でインターネットで検索して出てこないなんてありえないわけですよ、ね、でしかも株式会社がありますし、はい、そうですよね、これはもうおかしいと、うん、で実在するのって聞いたらいやあの武蔵村山市にあると聞いてますとで、実際行ったらなかったということでそこから、調べていったら、はい、それは朝鮮大学校関係者がその実行委員会の中にまあ、現職の朝鮮大学校職員 OB、うん、でもう一人これも現職もう一人かな3名いてそのうちの一人が副実行委員長で、それは OB の方なんですけどその人が自分で作った領収書だったとで朝鮮大学校装飾なる組織がデザインしていたというのも、うん、実はかつて朝鮮大学校にいた学生さんがデザインしていて、うん今大阪だから関西の方にいるんだけどいまだにデザインをその人がやってるんだけど、はいデザイン料を支払ってるか支払わないか分からないけども、うんまあ、そうなってたとで結果その人が自分が領収書を書きましたっていうことを認めて150万ぐらいだったかな、はい返還をするに至って、はいはい、でそのゴミ減量推進実行委員会は解散ということに今回なったんです、うんはいはい、でも私はやっぱり、その人個人だけの本当に話なのか、はい、で会計責任者も朝鮮大学校の職員の方なわけですね、はいうん、でましや OB だから朝鮮大学校に今産経新聞かなんか取材読売だかな取材したところ、まあもううちの職員 OB だから分からない知らないって言ってるんですけど話によると今いまだにその職員官舎に住んでる方らしいですねおというような、はい、状況で私はまあ組織的関与があるんじゃないかと、うんまあ、お金はそんな大した額ではないんですよ、うん、年間に10万とかちょっとのおかげだけど、もしそれが北朝鮮本国に渡ってですね、はい核開発やミサイル開発の資金源になっているとすればそれは小平市がお金出していることですから、うん、もう大変なことですから、うんでまあ、ただ、まあ、その個人の、はい、不正だと、はい、いうことに今のところなってますし、はい、それ以上はそうですね、うん、突っ込めないという、うん、なかなか難しいなという感じは今受けております、うんはいでまあ、最新の動きとしては、はい元市議の方たちが住民監査請求をはいまあ、今起こしたというところまで行ってますけれども、はいうん、あそれはオンブズマン系のオンブズマン系じゃないです保守系のゴリゴリの保守の方、うん、鴨内さんなるほどなんかが住民監査請求を今されているという状況ですね、うん、でまあ私がけしからんと思うのはやっぱり逆の色眼鏡なんですよ、うん、朝鮮大学校を疑っちゃいけない
とかね、はいはい、朝鮮大学校に関してそういう目を持つことが差別だと、うん、そうじゃないわけです、はい、日本人だって日本人の人たちばっかりでやってる補助金交付団体だってね、きちんと監査して、はい、おかしな金の動きはないかっていうのはやっぱり市の税金、血税、市民の血税ですから、はい、それは見なきゃいけないんだけども、逆の色眼鏡で目を曇らせてたんじゃないかと私は思うんですね、うんうんうん、普通であればわざわざそういうクリーニング代やらソース代を朝鮮大学校にね発注する必要はないし、でその中でこの聞いたこともない印刷会社が出てくれば調べれば分かることだと思うんですよ、はいはいはい、でそれをあえて、見て見ぬふりをしてきたのか、それとももっともっともう気持ちが緩んでいるのか、でそれはやっぱり市民の血税を預かる身としての自覚と緊張感が足りないということで、私はまあ今回28年の去年の決算にですね、反対をしたんですけれども、もう一人私以外に反対の方がいて、その人はちょっと理由が違うんですけども、それ以外の人は全員賛成しました。自民党も、自民党もです。自民党予算は、予算はどうだったかな28年で予算は多分反対してたような気がするんですけどね、まあ、そういった状況ですね、はいはい、結構ねこれからもちょっと戦い的に大変な、そうですね、戦いになりますよね、孤軍奮闘という状況ですけれども、うんうん、はい、そうですね、うん、でもねやってってくれないと、そうですね、これはもう正義感としてやらなくちゃいけないし、これは当然やるのが議員の責務だと思ってますから、これは朝鮮大学校じゃなかったとしたって、うんそうですね、やらなきゃいけないことですから、うんうんうん、正義感としてやっていきたいと私は思っております、はい、ね、ぜひ皆さんの中に小平の知り合いの方いたらこういう人がいるんだということちょっとアピールよろしくお願いします。探せば一人か二人いますかね、言えばね、とにかくそういう人たちをやっぱ応援していかないと、はい、我々できることはそういうことしかできないんでね、これからもちょっといろいろあると思いますけどね、それで本来のこういう普通の行政のね、うん、仕事をしてもらえるように ね、 そうですね、こういうですね、本当はね、はい、いろんな提案をしてね、はい、政策ね、そうですね、はい、未来に向けた仕事をしたいわけですけどね、はいはい、でまあこれも、まあ、過去の決算なんかを、はい、正しているわけですが、はい、まあ、これからの朝鮮大学校をどうしていくかという、はい、そうですね、これは小平市だけの、はい、話でもなく、はい、そうですね、日本国民にとっても、ね、それこそ朝鮮大学校の学生さんたちにとってもですね、はい、何がいいことなのかっていうことを考えながらやっぱりやっていくのが、はい、仕事だなと思っております。はい、わ、はい、かりました。なんかじゃあ最後に一言もし、はい、ありましたら。そうですね、我々実は同じ政治塾、林秀美政経塾で学んだ同士でありますけども、まあ、小坂議員もそうであるように、まあ、どちらかというと孤軍奮闘正義を貫こうとするあまりにですね、また正論を吐くばかりにという、そういう議会の中ではそうなっていることが人間も少なくないんですね。全員がそうじゃない、中ではちゃんと議長やったり市長やったりしている者もいますけども、ただ我々はもう地方議員でもちろん自分の地元のことをしっかり仕事をやりながらも日本全体のことを見て、自分の地元だけが良くなればいいっていうんじゃなくて、日本全体の今だけじゃなくて過去から将来まで見て、やるべきことをやっていこうという仲間で一生懸命頑張っておりますので、応援していただけたらと思っております。また今度はもうちょっとね、なんていうか我々が好きな武士道であるとか、はいはい、大和言葉であるとか、そういう話題で、そっちの話もねそうですね、やっていければと思います。じゃあ次はじゃあその話を。そうですね、いや、いいじゃないですか、はい、地元で私は勉強会もやってますんで、そのアピールも、今月は、17日だったの、土曜日ですね、土曜日ですね、はい、地元で大和、はい、今回はテーマは大和言葉で、大和言葉、はい、日本人の DNA は言語にある、はい、ということでですね、そうですね、勉強会やってらっしゃるんで、ね、はいはい、ご興味のある方はご連絡いただければ、メガホン侍で検索していただければできますので、はいはい、どうぞよろしくお願いいたします。はい、はい、じゃあ長きにあたってどうもありがとうございました。はい、ありがとうございます。ね、今年は今日が最後でありまして、まあ、一応まだ分からないですけど、来年は1月は13日か14日、はい、まだこれちょっとまだ分からないんですけど、もしかしたら杉田先生が来られるかもしれないですっていうのは、もしかしたらなんで、うん、今でもまだちょっとスケジュール調整してるところです。はい、今年もどうもいろいろありがとうございました。また来年もよろしくお願いします。今日はどうもありがとうございました。